はい、皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もマインクラフト続きの方をやっていきましょう。っていうかもう夜になるな、ちょっと待って。はい、スクリーンショット撮っちゃってた。はい、いやー、いい朝でございますね、皆さん。まあ、前回ご覧いただいた方はもうご覧の通りでございます。シェーダーパックを買いました。まあ前のはちょっとなんだろうな表現の緩い、シェーダーパックだったんですけど、ちょっともうがっつりと、ね、あの影というもの、まあ影っていうものはそもそもね、太陽の光だったり、まあ光、光の、産物であると、いうことなんで、もうご覧の通りです。なんだろう、太陽光がちょっと視認できるぐらいね、わかるかな、これ真ん中に境があるの。屋根で隠れてる部分はね、まあ、当たらないし、影になってるところは当たらないしね、日差しにさらされてるところは太陽光を浴びていると。いやー、素晴らしいごめんなさいねすっぽんぽんでね。これね、私自分のスキンをね作りました。ちょっとなんだろうな、やっぱりヨーロッパの戦士的な感じにしたいんで、ちょっとね異国の感じですけれども、これ私が、自分でね、なんだろう、なんて言ったっけな、スキンクラフトじゃね、じゃなくてなんだっけな、スキンメーカーだかなんか、そんな感じでね、まあ自分でね、これまあドットなんで、決まったね、なんだろう、ドットのね数の中に自分で色つけてって、でそれをね、自分のキャラクターのテクスチャーとして、まあ、貼り付けることができると、でインナーとアウターっていうのがあってね、アウターに設定するとちょっとね、元のキャラクターのポリゴンよりちょっとかぶせたところに、まあ、ドットが表示されるということなので、ちょっと頭をね立体的に、頭というか髪の毛をね、ちょっと立体的に、あとひげ、顎ひげ、ちょっと自分をずっと見てるから多分あんまり見づらいと思うんだけどね、顎ひげなんかを表現しております。あと口ひげもね、緑の目、そして胸毛いや外国の人はやっぱり、ね、そこそこ胸毛生えてる人多いから、まあなんでね、スポンポンにさせたかっていうとね、まあちょっと、わけがあります。ちょっと、わかりますか？はい。まずはね、ここに。このね、コンクエストというリソースパック。まあご覧通り、この鎧がかっこいいわけよ。まあなんだろう、これをもう着るのが当たり前とすると、ね。いう形を取りたかったので、まあ、裸にしてしまったらいいんじゃないかと単純な考えですけど、でね、これを、これだ、きますよと、ちょっと見づらいね、外でよ、と、まあこんな感じなわけです。あ、ちょうど扉開けたね。かっこいいよね。まあ、なんでこれをね、まあ普通のデフォルトとして、ね、私は使っていくために。まあ、革鎧。なので革がいるわけなんですよ。皆さんね、まあまだ私編集してないんですけれども、まあ、冒頭でね、多分差し込んであると思う。自動、ステーキ製造機、というものをまあ作りましたよと、まあ今から見に行くんですけれどもね、それを、まあそれではね、焼けたね牛肉、まあ、ステーキと呼ばれる、
食事、うん、っていうものがね、まあ、作れるのと、あと皮、うん、牛がね、まあお亡くなりになるとね、肉と皮を、まあなんでここに、まあ、肉と皮をね、うん、まあ落としてくれるんで、その皮でね、皮鎧をまず作りましたよと。でなぜこんなに急いだかというと、うん、ステーキ製造機をね、うん、まあ、別にね今ねこうご覧の通り畑がね、うん、もうしっかり形になりましたので、うん、まあ、ここからパンを作ったりね、まあ、今小麦植えてますけれども、うん、まあ、じゃがいもに変えてベイクドポテト、うん、まあ、作ってね、ね、それを食べてればいいんだけれども、まあどうして、あ、ちょっと待って、俺食事持ってきてるね、まあ、なぜ持ってきたのかというとですね、うん、ちょっとね今日の目標としてるものにちょっと関わってくると、うん、あ、かぼちゃが取れてます、かぼちゃかぼちゃ、うん、もうね、ここが埋まってたら必ず取るっていう感じで収穫していかないと、うん、かぼちゃつなもどんどん多分高原として、うん、必要になってくると思うんで、うん、こういうの欠かさない。まあね、今日何するかっていうと、実はね、家の横にちょっとね、土台だけ作ってあるんですけど、ね、まあ、ちらっと見えたと思うんですけど、まあ、倉庫を作ると、今日は。うん。もういよいよね、なんだろう、取れてきたね、道具たちが、うん、まあ、溢れてきてしまったので、うん、ちょっとそろそろ倉庫的なものを作り始めないと、もう、アイテムが飽和してしまうと。うん、まあいう感じなのでね、ちょっと今日は倉庫作りに注力しましょうと、うん、いうことなんですよ。ああ、どうじゃ、元気だね、元気だね。これなんで元気かって言ったら、多分これ 1.5 ブロックだから越せると思って、頑張ったらいけると思って多分頑張ってたんだろうね、きっと、うん、ごめんごめん。はい、餌だよ、餌だよ、はい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 、まだ食べれるやついる？もういないか。はい。ごめんね、もう終わり。はい。うん。というわけでね、ここ実は動画でね、冒頭の動画で製造機作ってたと思うんですけどね。その上に立っているのがこの家です。うん、で下にね、この階段から下にね降りていくと、実はここに、ね、牛肉製造機、牛肉製造機はステーキ製造機だね、うん、まあどういう仕組みかちょっと解説しましょうか。ご覧の通りここにね牛さんがぎゅうぎゅうに敷き詰められております。ここにはね高さ2ブロックとね、奥行きと横幅1ブロック、1マスの、まあ、隙間がありますと。うん、まあ、つまり、ここに牛さんが落ちてしまったら、もう牛さんは、まあ、他に移動することができないと、うん、いう状況に今なっておりますと。ね、だから、この下に、うん、牛さんがぎゅうぎゅうに詰まっていると。この1ブロックのところに、高さ2ブロックの1ブロックのところにぎゅうぎゅうに詰まってると、牛だけにね、うん、ごめんなさい、うん、でなぜここにぎゅうぎゅうに詰まってるかというと、彼らは牛肉になる、うん、牛さんではございません。彼らは子供を産むための、ね、子牛を生み出すための牛さんがここにぎゅうぎゅうに詰まってるんです。で今からねちょっと餌を与えて、ね、子牛がどのような動きをするかっていうのをちょっと見ていただきましょうか、うん、さて小麦を持ちまして、でこのレバーをコンタクト、一ブロック下の、ディスペンサーに入ってる水入りバケツから水がバッと出ます、うん、水がバッと出るとどうなるかというと、牛がね溺れたくないので浮き上がってくると、浮き上がってくることでこのぎゅうぎゅうに詰まってるね牛がね、別にダジャレで
言いたくてぎゅうぎゅうって言ってるわけじゃなくてね、本当に、本当にぎゅうぎゅうだからぎゅうぎゅうと伝えたかっただけ。うん、で、まちまちなんですよ、上にこう上がってくる、ね、一頭ずつのそのタイミングっていうのが。なので、ここで小麦を与え続けてれば、あ、俺盾持ってるからちょっとやりづらいな。ね、小麦を与え続けて、あ、俺盾投げたかもしれない、今。ね、ご覧の通り、ね、牛さんに小麦が均等に渡ってくると、子牛がいるね、子牛がいるね、うん、こんなもんでいいかな、こんなもんでいいかな、こんなもんでいい。で、一回閉めてまた開けると水が引きますね。水が引かないと子牛がね、窒息死してしまうので、水は早々に引かせてやってください。で、もう一回レバーを引けばね、鉄の扉が閉まるので、ね、ここで落下をすることが、ね、なくなると、まあ、安全だよという仕組みになっております、ね、この牛の後ろになんかダジャレが言いたいやつになってるなあの牛の、ね、後ろに、まあ、ディスペンサーがありますと。で、その1ブロック上に、1ブロックじゃない、ブロック1つ挟んでレバーがね、ついてるわけ。だからこのレバーがついてるブロック自体が、まあ、レッドストーンの代わりをしているということなんで、下のディスペンサーに動力が届くよという仕組みで、あのドアが開閉し、ね、水が出てくるというシステムになっております。でね、牛がここにね、たくさん詰まってるからね、牛のね、あのこの成長した牛は、うん、大人の牛は高さが 1.5 ブロックぐらいかな。で、子牛はね、ご覧の通りね、行き来してると思うんですけど、両サイドにね、1ブロックなわけですよ、高さが。だからここに1ブロック隙間があればね、子牛はこのね、ここにね、とどまる必要はなくてね、横に自由に、自由にというわけではないんだけど、行き来できると、行き来できる背の高さなんだと、まあ、いうことなんですよ。で、牛がここにたくさんいるもんだから、子牛は中に寄ろうとしても弾かれて外にバン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 出てっちゃいますね、ご覧の通り、ね、で、この子牛たちが、ね、時間が経って大人になると高さが 1.5 ブロックの高さになるわけ。そうするとどうなるかっていうと、サイドに押し出されてる牛たちはこの溶岩に頭が浸るわけ。あ、ちょっと、失礼。そうするとどうなるかっていうと、牛さんがこの溶岩でこんがり焼かれてステーキになるわけでございますね。で、まあ稀に落としてくれる皮もここで集まっていきますよという仕組みなのでございます。皆さんいかがでしょうか。これが自動ステーキ製造機でございます。で、まあ、どうやってその肉を回収しているのかというと、ね、下にね、ホッパーというね、ものをね、落ちたものを吸い込んで、うん、で、下にノズルがあるんだけども、ノズルが伸びてるところに、ノズルが伸びてる先に何かしら、ものを入れるね、オブジェクトがある場合、まあ、そこに、出してくれるという仕組みなんです。だからこれね、どうなってるかというと、真ん中のホッパーは宝箱にノズルがつながっていて、その両サイドにあるホッパーたちはこの真ん中のね、ホッパーにノズルが伸びている状態なので、どこにね、どこで牛さんがこんがり焼けましても、うん、この宝箱に最終的には来るという形なんでございます。で、ね、これね、なんでこの溶岩がね、宙に浮いてるんだと、ちょっとね、不思議に思った方もいらっしゃると思うんです。あんまりマインクラフトやってたことない人はね。で、このね、後ろにね、ちょっとチラッと見えると思うんだけど、ね、チラッと見えると思うんだけど、これね、白いやつ。これ、看板、うん。看板をね、壁にね、ペタって貼り付けられるの。ちょっと上で見てみようか。どういう状況になるか。あー、夜来てたね。寝ましょう。実はこの牛舎でも寝れるようにしてありますね。はい。
まう。まう。うまう、うまうって言ってる、うまうって。あの看板持って帰っちゃったから、ね、じゃあちょっと作りますか。ここだけあればいいか。閉まってるね。看板を作るには。はい、これで看板が取れますと。で、看板というのはどういうものかというと、ね、あのそのままです、看板です。まあ、なので、ちょっとこの上にポンと立ってみましょうか。ね、ここに G かけます。あのちょっとこんな感じで。うん、ね。ちょっとカウントしておきましょうか、牛なんで。はい。まあ、こんな感じで、うん、看板立てれるわけですよ。ね、好きなところに。で、普通に立てることもできれば、壁にポンとやってやれば、ね、壁に貼り付く看板になるわけ。うん、まあ、これをね、下で、まあ、やったわけです。あの、さっきのね、ところに。ちょっと待ってね、敵がいるかもしれないから、剣を持って。間のところいません。うん、この先に看板を立てたわけで、この看板っていうのはね、生物がね、生物の移動の邪魔をしないわけだから当たり判定がないんですね、うん、ただし1ブロックとして換算されるわけですよ。そうなってくるとブロックに対してはここに物があるからね、落ちてこれませんっていう判断がついて、溶岩がね垂れてこないっていう仕組みなんです。で、ここに両サイド、ここにね、あの水が入ってこないようにここに看板も設置してる、うん、だからここから水バーって出てくるでしょ。そうするとここの1ブロックにだけ水がね出るようになっていると、ね、だからね、牛ちゃんがね、子牛ちゃんが窒息死しないような仕組みにするためにここにも看板を貼り付けてあると、うん、いうことなんですわ、うん、まあこんな感じだからもうね、ここでポンと開けて小麦を与えてるだけで、ね、ステーキが焼けますと、ね、まずそれで牛肉を焼く燃料の分節約できるというのもあればね、皮も、うん、取れますと、副産物として皮も取れますと、あとほっといていいと、そういう便利なものを作りましたよというご報告でございます。で、なんかね、これだけをね、メインとしてね、ここにね、上にボンって置いてると、ちょっと味気ないというか、うん、ちょっとなんか、なんか風情がねえなと思ったんで、うん、まあ、まあ、牛を畜産している牧場ではあるという雰囲気を出すために、ちゃんと牧場として、うん、成立させてあります。うん、で、まあ、それでね、まあ、牛たちを下で、まあ、焼いたり、加工もするよ、みたいなね。うん、牛の、だから、飼育と加工をここでやってますっていう、そういう施設なんですわ。うん。で、ご覧の通り、牛舎はこんな感じに作ってあります。で、ちょっとね、2階にね、まあ、1階はもう牛舎なんで、うん、まあ、2階にちょっとした生活スペースを作るためにね、うん、まあ、ここにちょっと広いスペースが欲しいなと思ったから、ちょっとね、屋根の作り方もちょっと変えて、ね。はい。ちょっとこっちに余裕ができるような、うん、感じにしたかったんだけど、結果的にはこっちの方に余裕ができちゃった。うん、なんかでも牛とかさ、家畜のさ、厩舎ってさ、こんな感じじゃない、ちょっと上にさ、換気できる通気口がね、こう大きく取られてたりするわけですよ、うん、鳥は入ってこれないけども空気は入れ替えたくさんできるよと、うん、いう感じで、うん、とまあこんな感じでね、まあ今後の食料の、うん、まあ、目処は立ったなと、ね、ご覧のステーキもう1セットぐらいあるわ、うん、もう食事に困りません、私は、うん。あとね、これでね、何がね、これをなんで急いだかっていうのは、食料問題とかじゃなくて、実は、皮、うん。
川なんです。これじゃないや。どこだ？これ。うん。川が欲しくて、実はこれを急いだ。うん。まあ、これからね、作る。倉庫に、使うんですよ。額縁。額縁を何にね、倉庫に使うのかというと、あ、これ土台ね、倉庫の。まあ、宝箱のね、チェスト。を2連にすると、まあ、大きなチェストができますと。で、その片方側にね、額縁をつけてやると。そこにね、アイテムを飾れるわけ。額縁っていうのは。で、その額縁にね、その入ってるアイテムなんかを飾ってやれば、ここに何が入ってるっていうのが分かりやすくなるっていう、まあ、それをやりたくて、ちょっと革がね、大量にいりますと。いうことで、実は牛の牧場を、まあ、裏でちょっと頑張って先に作りましたと、まあ、いうことなんです。まだちょっとだけ余裕があるんだけども、まあ、ご覧の通り、もうすぐ多分いっぱいになると思うんで。早速じゃあ、やりましょうかね。倉庫作り、前置き長くなりましたけれども。革が64もありますから。木材は、白樺、はあんまり取らないからな。育ててますけどね。あんまり回収してないから。オークかな。オークの原木持ってたかな。あ、でも、オークの原木は、ね、大体原木として使っちゃうから、あんまり、ね。そう。使いたくない。を松でいきましょう。松はもう大量に取れてね。加工しやすい。加工じゃない。回収しやすいんだよ。松でいきましょう。松の木を、松の原木を、どこやった？これどこやった？あ、あった。松の原木、まず木材にする。木材にしたら、これをね、棒にしますと。作りすぎだな。まあいいか。作りすぎてもいいぐらいだ、多分。で、この棒を、棒で、この皮をね、囲んでやる。こんな感じ。で、ご覧の通り出てますね。額縁だよね、額縁。全部入れちゃうよ。その11本残ってるやつ以外は全部入れちゃうよ。で、これで32個作りましたと。それでもまだ皮が余る。これが欲しくて、これ、こういう状況が欲しくてね、頑張ったんですよ。さあ。え、じゃ、あ、そうだ。松の木。これね。で、屋根はハーフブロックと松の階段。結局、松、なんだよな。あれですよ。骨組み以外は松ですよ。骨組みと床以外は松だね。さて、じゃあ作りましょう。あ、宝箱を取ってくな。忘れちゃった。チェストね。こっちじゃないな。チェスト10個。はい。はい、じゃあまずね。まずはね、ちょっと待ってね。松の原木、オークの原木、チェストに、額縁、はい、額縁。で、まず、あ、そうだ、斧も出しておかなきゃだ。まず松で壁を作ってやる。あ、その前に違うわ。奥だ。3。あ、石持ってきてないわ。あ、もう夕方になってた。いつの間にか。物がいるんですよね。石。あ、もうアイテム入らない。こんなんかな。石を持って、寝ましょう。まだ寝れない。
でもう夕日を見よう。暮れゆく街よ、街じゃねえよ。あ、皆さん、向こうにちょっと見えると思うんですけど、植林場、うん。まあ、木材の安定供給が、まあ、必要だと。まあ、ここら辺に、ね、生えてる木を全然買ってりゃいいんだけども。うん。それはちょっと効率的にどうかと思ったんで、うん。ちょっとね、木をね、伐採できる場所を作りました。うん。まあ、ちょっと後で行きましょうね。うん。ちょっとね、見た目がね、ちょっとシステマチックすぎて、なんだ、自然さがないんだよなと思って、うん、ちょっとね、いずれ作り変えると思います。うん、ちょっとね、もっとね、自然にあるっぽい、うん、感じが好きなんですけど、ちょっとね、ちょっと効率求めすぎましたね。うん、よし。はい。まずは、石出してなかった。うん。1、2、1、2、1、2、3言ってたか。2、3で、4だったね。うん、で、針を作ってやると。届くかな？届けた。はい。で、まぁ、ちょっとすみませんけど、先に。倉庫に窓はいらない。いい色だ、やっぱり。うん。うん、こっちも貼るか。ちょっとね、私コントローラーの手前ね、なんて言ったらいいんだろう、このね、アイテム、自分のね、パレットっていうか、ホットバーにあるアイテム、これキーボードの1からね、9か。うん。までで、まあ、こう選択できるんですよね。こんな感じで。うん。だけどね、まあ、私コントローラー使ってますんで、あんまりコントローラーが手を離してキーボード打つかっていうと、そんなことないわけよ。うん。コントローラー一つやってるわけね。うん。で、このね、私の設定では、R1 ボタンに、うん。違うな、L1 ボタンだな。L1 ボタンを押すことで、こう、回転するわけ。うん。で、これを、まあ、利用して、うん。まあ、アイテムを移動させてると。うん、だから、なんで逆側に行けばね、もっと早く選択できるのにって思う方いらっしゃると思うんですけども、これしか設定してないの。もう逆回しも設定しとけばいいじゃないと、うん、いうのあるんだけれども、ちょっとね、ボタンの数が間に合いません。残念ながら、私の今の設定では。うん、まあ、なので、こんな形をとっておりますよ、と、うん、いうことなんです。おっ、うん。と、まあ、こんな感じでですね、1、2。あれ？これもしかしてあれかな？マイカ別にね、ここにね、全部入れるつもりないんですよ。なんならこっち側に。どうしようかな。一応敷き詰めようか。
まあ、いいか、ちょっと待って、逆サイド。かな。まあいいでしょう、これで。でね、額縁を、これね、額縁を宝箱につけるやり方っていうのはね、しゃがんでください。ね、しゃがんで。全然違うの持ってた。全然違うの持ってたね。ん？これは一体？試しに置いてみる？あ、なるほどなるほど。武器ラックみたいになるんだね。まあいいや、別に。それでも。で、夕方来てるの、これ。この感じ。あ、もう夜だ。早い。日の暮れが早い。あばばばばばばば。寝ろ、寝ろ。早く寝ろ。敵が湧く前に寝ろ。暑いね。さっきまでちょろっとエアコンかけてたわ。いい朝でーす。大丈夫かな？クリッパーとか。はい、いい感じ。あ、そうだ、光源考えてなかったな。ジャックオーランタンに白樺のトラップドア。で、これでトラップドアで囲ってやって、蓋をしたらいい感じの光源になります。まあ多分これで十分だと思う。でですな、作業台を作りたいわけ。どうしよう。1、2でしょ？で、ここに2つスペースできるから。あ、下に作業台作った、俺。で、こちらが地下でございます。ここね。ですな。オークじゃない、松の原木をちょろっともらって。とりあえずそれで。ちょっとね、下はね、あんまりっていうかな、ちょっとね、下に置きたい、ちょっと装置が1個ありまして。上でもよかったかなと思ったんですけど、上の方がよかったかな。まあいいや。その装置をどこに作るかだな。ちょっともう装置先に作ってから宝をここ。そうしないとね、ちょっと場所どうなるか分かんないわ。必要なのは鉄のインゴと、大量の石炭。こんなもんかな。まあ、もうアイテムいっぱい持ってた、これ。
で、ホッパーを、1、2、3か。ちょっと立体的に作りたいな。立体的にっていうよりも、こじんまりとしたものをね、作りたい。それと、あと、丸石が必要だな。丸石持ってますけども、5つじゃ足りない気がするな。かまど。まず、宝箱を置きますと。で、その宝箱の天井部分に刺さるように。いや、待って、違うな。宝箱の横に、つながってるね。で、ここにかまどを置く。で、この横に刺さるように、ホッパー入れてやって、で、ここに宝箱。宝箱じゃなくてもいいのか、ホッパーだけでもいいのか、別に。数か。ホッパーって数が入らないのか。でも、そんな大量に入れるかね。こんなもんでしょう、でも。いや、どうだろう。ちょっと待って、とりあえずなんだけども。ちょっと一回試したいんだけど。ここに、試しにですよ。ああ、やっぱりダメか。横は燃料だけだ。つまりここには、てっぺんから刺しやなきゃダメ。よし。ちょっと待って、これ面白いこと考えたぞ。ああ、違う。つるはじで叩いてた。面白い、これは面白い。面白いし、ちょっと待ってね、これトラップドアで。あ、これ面白い。で、燃料用のチェストも入れちゃおう。よし。で、これは何をするのかというと、ね。ちょっと一回外しましょうか。ね。この宝箱。ね。ご覧の通り、どんどん石炭吸ってってるでしょ。ね。ホッパーが吸ってます。ご覧の通り。宝箱、ホッパーの上にね、設置された宝箱の中に入れたものは、このホッパーが吸い出してくれます。で、吸い出したものを、かまどの燃料の部分のところにね、注ぎ込んでくれると、このホッパーが。つまり、宝箱に、燃料をストックで入れておけば、勝手に補充されると、かまどの石炭が。っていう仕組みが、この L 字のところ。で、この上の2つ、
これは何かというと、かまどで焼きたいものをこの宝箱に入れてやるで、入れてやることで、まあ、どういう状態が起こるかというと、ね、ご覧の通り、かまどに火がつきましたね。まあ、かまどの上のところにご覧通り、鉄鉱石が今注ぎ込まれたと。ね、宝箱に入れた。宝箱に入れた鉄鉱石をホッパーが吸って、ホッパーがかまどの燃料じゃない、燃焼物のところに注ぎ込んだと。いうことで、この2つのホッパーが燃料と燃焼物を注ぎ込んだことによって、かまどが自動的に指導されたと。で、この焼き上がったものも、この下のホッパーが吸い出して、この宝箱の中に完成品として置いといてくれるというシステムが、このシステムでございます。いかがでしょうか、皆さん。いいでしょう。いいね。これが一つだけってのもったいない気がする。これが一つだけってのもったいないな、やっぱり。さあ、どうしましょう。ちょっと待って、ちょっと考える、熟考する時間をください。なるほど、なるほど。一回取り上げちゃうか。一回全部取り上げちゃうぞ。何も入ってない状態なんでね。あ、ここに石炭入ってた。ょっと一回崩しますよ。一応、あれなんだね、入るんだね。ちゃんとずらし。で、ここも開けましょうか。さてと、ですよ。宝箱。違うな、ここじゃないな。いや、いいのかな。あ、そっか、つながっちゃうの。まあ、別につながってもいいのか、ここは。それでだ。コッパーが足りなくなってくるの、そうなってくると。で、注がれてますと。で、ここにかまどちゃん。で、ここにホッパーつけて。燃料の注ぎ口が、だから、ここだ。正面から入れる。で、宝箱を。こうなるね。それでも、あともう3つほど。かまど、注ぎ口。で、チェスト。
これどうなんだろう。チェスト2つつながらない、つながらないね。つまり上のもつながらないな、これはな。これが大事なんです。ここに刺して、あ、ちょちょ、しゃがんでた。これでね、2つ焼きたい種類があっても同時に行える。いいじゃないの。で、まあ、かまどはあんまり見えなくなりますけれどもね。完成品はここにまとまると。いいね。なんかでもちょっと見た目をよろしくしたい気がするな。なんか貼れないかな、ここに。あ、いいね。いいですよ。宝箱につけられるのかな。つけれるんだ。ああ、いいね、いいね。いいじゃない、収まりがついた。これあれだな、ちょっともうちょっとおしゃれな感じにしたいな。これでもむき出しもなかなか味わいがあんだよな。これ夜来てるな。確実に。テンション上がってもうなんか 寝るの忘れてた。一回寝るか。いいですね。いいですね。いいじゃないか。何かと思ったらね、実は自動製造機。自動燃焼器か。自動かまど。全自動かまどだ。そうだ。全自動かまどでした。これ確か。言い方。ね。宝箱。ちゃんと機能してます。使わないときはね、閉める。この手間がもう逆に心地がいい。動いてるかなとか確認するな。いやー、開けてますねー。起きてるよ、ほら、石と鉄インゴット。これはいい。いいのできたじゃないの。まあ、こんなんでいく。結構な数だからね、これでも結構ね。まあ、必要になってきたら、また考えたらいいわ、それはそれで。こっちにまだ全然スペースあるしね、ある。さて、どんな屋根にしましょうか。まあ、とりあえず上に上がろう。あたりに作る、建物は、まあ、その牧場とは違ってね、身近に作ったものに関しては、やっぱり同じ形状をさせたいっていうのがあるから。で、横にね、この2ブロック分の柱を置いてやることで、葉っぱが低い位置にできづらい。できづらいってだけで、できないわけじゃないってことね。まあ、こんな感じで効率的なわけですよ。ご覧の通り、ね、ガラスをね、9ブロックだったかな、8ブロックだったかな、8だったと思う、俺の設定は。8ブロック上に置いてやることで、高くて、入り組んだ枝になってるね、ああいうタイプの、
なんつうの？多くの、うん、まあ、木がね、できなくなると。うん、足りないなもう落ちたか、あ、取れた取れた。うん。橋も前回かかってなかったんですよね。私はこういう橋かけるの好きです、うん。まあだからどういう構造になってるかって言ったらね、この丸太で、うん、丸太のアーチ状の橋みたいな感じでね、うん、支柱が立っててね、支柱を針で、うん、固定しといて、まあ、そこにね板張っていると。で、まあ、横は落下しないようにフェンス張ってますっていう仕組みです。で、下は石でちゃんと土台をしっかり作ってある。こういうことが建築の説得力と、うん、私、マイクラやり始めると毎回言うと思うんですけどね、建築の説得力、うん、建物の説得力。そういうものが大事であると、うん、思っているんです。うん。悪くないんじゃないかなと思ってますよ。閉めとこう。よし、じゃあ、倉庫はこれで完成。片付けすぎて、足場にするもんなくなっちゃった。
正面すぎるな。あ、そっか、こうハーフなんだ。いいじゃないの。いやー、いい倉庫ができましたよ、皆さん。というわけでね、じゃあ今日はここで終わりにいたしましょう。長時間のご視聴ありがとうございましたね。ちょっと待ってください。はい、今日はね、まあ、ね、いよいよ、まあ、収納スペースが圧迫してきたということで、何と言いますか、倉庫、まあ、完成させる、ということにいたしました。なんていうのな、建物の統一感も出てね、いい感じですな。まあ、あそこはもう地下もあるんで、あのスペースだけで多分だいぶ収納できると思うんでね、今後もね、まあこんな感じで。ちょっとでも、やっぱりね、どんどんこの周りに関連施設を作っていきたいっていうのはありますね。どうしましょうね。次、まあ、倉庫作った。で、倉庫の中には、まあ、全自動かまどと、まあ、作業台がありますんで。まあ、ちょっと先の話になりますけれども、いずれは、だからなんだろうな、錬金、錬金台か。醸造台か、そうだ。っていうものも必要になってきますし、あと、エンチャント台。あと、金床。金床があるということは、まあ、つまり火事場を作った方がいいんじゃないかと。まあ、今、地下にね、倉庫の地下に、まあ、作業台として置いてありますけども、ちょっと、家の中というよりも、ちょっと外に出た、ものを作った方がいいだろうと。火事場ですからね。まあ、なので、ちょっとそのあたり、やっていこうかなと、思っております。どうしようかな、どうしようかな。金床作るにはまだ早い気がするんだよな。まあ、ちょっとね、まあ、今日、クラフト関係しましたんで、次回はちょっとね、周りを冒険してみましょうか。ね。そうしましょう。その中で、なんかね、いいタイミングで、今言った、醸造台と、まあ、エンジャント。あ、その前にあれ、ダイナモイトじゃない。ダイヤモンド。ダイヤモンドを見つけてこなきゃならない。ツルハシ1個作るぐらい見つけてこなきゃならない。で、ネザーゲートを作る。で、ネザーに行って、ネザーのブロック1個持って帰る。それだけでいい。なぜかというと、ちょっとあれだ。一回降りますか。あ、いいや。それはまあ次回ね、まあ、ご説明しますけれども、暖炉を作ってあると、私の家の方にね。で、その暖炉でやっぱ火をくべたいので、ね、ずっとね、一回燃やせばずっと燃焼している、まあ、ネザーブロックっていうものが、まあ、家に1個欲しいと。まあ、そのためにはネザーに行く必要があるんで。ネザーゲートを掘るためにネザーゲートを作るためにまあ黒曜石つまりマグマを水で凍らせて冷やして固めた黒曜石っていうのを取る必要があるのでそれはねダイヤのツルハシじゃないと取れない確か、まあ、なのでダイヤのツルハシが必要だということはですよ、ね、ブランチマイニングでいよいよダイヤを探す必要が出てくるということでもありますんで、そちらの方もね、まあ、いいタイミングで始められたらなと思っております。というわけで、今日はここまでにいたしましょう。あ、山のてっぺんに杉の木を植えてあります。高いやつね。あれが多分、我が拠点のご神木と
なるでしょう。というわけで、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れ様。